ブルーミングデイズ。日々これ良き日。皆さんは音楽を聴くときにはどんな目的で聴きますでしょうか？私は仕事以外で音楽を聴くときには作業に集中したいとき、または切り替えをしたいとき、気分を盛り上げたいとき、リフレッシュしたいときなどが多いです。今回のインタレスティングブルームではそんな音楽に関する話題で、胎児に音楽を聴かせるとどのような反応があるのかを研究したというお話をご紹介したいと思います。スペインの医師グループが発表したところによれば、クラシック音楽、ポップス、ロック、アフリカンポリリズム、インドの独教、スペインのクリスマスキャロルと様々なジャンルの音楽を妊娠中期といわれる18週目から38週目までの胎児300人に15曲ずつダイレクトに膣内スピーカーで聞かせたところ、多くの赤ちゃんが身体的な反応を示し、口を開けたり唇をゆがめたり舌を出し入れしたりと、まるで声を出すような素振りを見せたといいます。研究者たちによれば、これは音楽によって胎児の言語を司る脳内経路が刺激された証拠だと言っていて、すなわち音楽を聞いた胎児がコミュニケーションを図ろうとしているサインではないかと考えられるそうです。これが本当であれば、赤ちゃんの知的な発育は体内ですでに始まっていることになりますが、実際のところどうなんでしょうか。妊娠中の生活の仕方として、胎教にクラシックを聴くといいとか、胎教向けの音楽 CD が販売されていたりしますけれども、私自身は妊娠中専用の CD を聴いたということはありませんでした。ただ自分が好きな曲を聴いたりすることはあって、胎教というよりは自分の情緒を安定させたり、リラックス効果を意識して聞いていたというような感じだったんですよね。さて、ここで研究した結果として、胎児がより多くの反応を示したとされる音楽のランキングが出ていたのでご紹介します。まず1位から。堂々の1位はモーツァルトのアイネ・クライネ・ナハト・ムジーク。研究レポートによれば、胎児たちの 91% が口を動かし、 73% がベロを突き出して反応したそうです。2位はスペインの混声合唱で行われたクリスマスキャロルで、 91% が口を動かしたのに対し、ベロ出しは 30% にとどまった。で、これはひょっとしたら実験が行われたのがスペインだったので、スペイン語を母国語としていることが影響しているかもしれませんね。で、3位はわずか1ポイント差で、イギリスの伝説的ロックバンドクイーンのボヘミアン・ラプソディ。 90% 以上の胎児が口を開け、 40% が舌を出したそうです。フレディ・マーキュリーが魂を歌に込めて複雑で絶妙なハーモニーを聞いて胎児たちは心打たれたかは分かりませんけれども、胎児にとって聞きやすい高めの音程だったのかもしれないということですね。全体的な研究結果としては、バッハ、プロコフィエルフ、シュトラウスなどのクラシック音楽は胎児の 80% 以上が高反応を見せたそうで、これは胎児ではなく新生児からも好かれることは、過去の研究ですでに分かっていることですね。さらに面白い話としては、爬虫類であるワニもクラシック好きという研究もあるそうです。イラン、南アフリカ、フランス、ドイツの研究者が所属する国際的研究チームは、脳内で感覚情報が処理される方法を理解するためにナイルワニを研究したということのようなんですけれども、 MRI を使ってナイルワニにクラシック音楽を聴かせたところ、活性化する脳の領域が増えたということで、ワニは音楽を理解しそれを楽しんでいる可能性が高いと、ドイツルール大学
ボーフム校のフェリクス・ストロッケンス博士は説明しているようです。ここで話を戻しますけれども、他の音楽ジャンルや音に対しての胎児の反応はどうだったかという結果ですが、アフリカの伝統的なドラムビートに躍動感を感じた胎児は 80%、 インドのお経、またスペインのクリスマスキャロルも同様に 80% と高反応だったそうです。ところがポップスとなると好みが大きく分かれたようですね。胎児たちに圧倒的に人気だったのは、すでにご紹介したボヘミアン・ラプソディ、次に人気だったのはビレッジピープルの陽気な YMCA で、シンプルなメロディーラインが受けた可能性があると言われています。逆に胎児が反応しなかったもの、人気がなかったのはシャキーラ、アデルなどの歌姫やビーチーズで、 60% 以下の反応しか得られなかったそうです。さて、ここまで胎児の音や音楽の反応についてご紹介してきましたけれども、果たして音楽を直接胎児に聞かせることが正しいことなのか、効果があることなのか、はっきりしたことは解明されていないようですが、普段外部の音から遮断され、母親のお腹の中で平穏な空間で成長している胎児にとって、外部から聞かされた音はどんな音であっても刺激的であることは間違いないようだと研究者たちは述べています。私自身の妊娠期間のことを振り返ってみてもですね、直接胎児に働きかけるという意識はほとんどしなかったと思うんですね。自分がいかに穏やかに過ごせるかというところを意識して過ごしたように思います。その結果、どのように我が家の子どもたちの成長に影響したかっていうのは全く分かりませんけれども、暮らしの中で音や音楽というのは、音楽療法という言葉があるように脳に刺激を与え、さらには心や体に影響を与える可能性が高いと言えるのではないでしょうか。こうした音や音楽が人に与える影響という研究は始まったばかりだそうなので、これからさらに研究が進むことで、それらを使って精神や体の疾患を治療するというようなことも可能になるかもしれないですね。今後の進展が楽しみです。ブルーミンデイズ、日々これ良き日。